はい、こんにちは。今回はボクシング史に残るめった打ちによる KO 劇を紹介いたします。王者セルバンテスは長いリーチから鋭いカウンターを放ち、ここまで7度防衛した強い世界王者です。35勝 22KO7 敗の門田選手はサウスポーの強打者で、3年前にはガッツ石松選手を KO しております。門田選手はキャリア序盤は負けが込んでいましたが、アメリカ遠征で5試合戦い、そこで急激に強くなった選手です。ライト級の門田選手は1階級上の世界王者セルバンテスに倒されても倒されても起き上がり、長打を打ち続け諦めないのです。門田選手の夢は8度目のダウンとともに費え去りました。長きにわたって WBA 世界スーパーライト級王座に君臨していたセルバンテスは、24戦全勝 22KO の最強の挑戦者アーロン・プライヤーを迎えました。野獣と呼ばれた最強挑戦者プライヤーは序盤からパワフルな連打を振るい、コーナーに追い込みましたが、難攻不落の王者セルバンテスは強烈な右カウンターを炸裂させました。プライヤーはダウンしましたがダメージはなく、すぐに左右のパンチを振るって反撃し、序盤にもかかわらず王者を倒そうとエンドレスの連打を敢行し、王者セルバンテスを追い詰めていき、第4ラウンドに難攻不落の王者をコーナーに詰めてめった打ちし、ダウンを奪いました。難攻不落のセルバンテスを KO して WBA 世界スーパーライト級王座を奪取したプライヤーは、3度目の防衛戦に若干20歳のトゥドゥアン・ジャクソンを迎えました。28戦全勝の王者に対し、挑戦者も17戦全勝で、王者プライヤーは初回ノーガードで不用意に打ちに行った時、カウンターを食らってダウンを奪われました。ダウンしてもプライヤーはすぐに反撃し、打ち合いに転じました。そして第5ラウンドあたりから均衡が崩れ、プライヤーが荒々しい攻撃を振るって長身の挑戦者を圧倒し出しました。挑戦者も応戦を試みましたが、プライヤーの圧倒的な攻撃力は
挑戦者を飲み込んでいき、第7ラウンドに強烈な右フックをヒットさせ、ノンストップで30発のパンチを叩き込み、レフリーストップとなりました。その後、プライヤーはアルゲルやカメラ選手たちを破って防衛を続け、7度目の防衛戦に韓国からキム・ファンヒョンを迎えました。長身サウスポーの挑戦者にプライヤーは初回から荒々しい攻撃を仕掛け、東洋では敵なしの元 WBC 世界スーパーライト級王者のキム・ファンヒョンは初回からずっとロープ際に追い詰められ、苦しい展開を強いられました。プライヤーの一方的な猛攻は続き、キム・ファンヒョンはサンドバッグのように打たれ続け、ダメージが蓄積していきました。第3ラウンドの開始前、挑戦者のダメージが大きいため、棄権するが協議されましたが、試合はそのまま続行されました。第3ラウンド開始後、プライヤーがまたもや一方的にパンチをヒットさせたので、レフリーが試合を終焉させ、キム・ファンヒョンを救いました。荒れた家庭で生まれ育ったトミー・モリソンはアマチュアで220勝しますが、オリンピック予選の決勝でレイ・マーサーに敗れプロデビューいたしました。プロ入り後28戦全勝、24KO をマークし、アメリカの大人気映画ロッキー5に出演するなど大人気を誇り、1991年10月にアマチュア時代に敗れたレイ・マーファーの持つ WBO 世界ヘビー級王座に挑戦いたしました。一方、王者レイ・マーファーはアマチュア時代にオリンピックで金メダルを獲得し、プロ入り後無慈悲の異名で呼ばれ、全勝で世界王座に戴冠いたしました。試合はトミー・モリソンがアマチュア時代の借りを返すべく序盤から圧倒し、連打を上下に効果的にヒットさせました。王者レイ・マーサーは4ラウンドの中盤からようやく反撃し、5ラウンドに右のカウンターパンチで形勢を逆転させ、連打で意識を奪い、その上少なくとも5発以上無防備な顔面にヘビー級のパンチを炸裂させました。全階級を通じて史上最高のボクサーと言われているシュガー・レイ・ロビンソンは、ジェイク・ラモッタが持つ世界ミドル級王座に挑戦しました。スタイリッシュで華麗なボクシングスタイルのロビンソンとブルファイターのラモッタはライバル同士で、この一戦は6度目の対決となりましたが、映画のレイジングブルに描かれた通りの大激闘となりました。
当時ロビンソンは121勝1敗の戦績を誇っており、この1敗はラモッタに負けた1敗なのですが、6度目の対決ではロビンソンが終始連打をヒットさせましたが、史上最もタフで強靭な肉体を持つラモッタを耐え続け、第11ラウンドにチャンスをつかみ猛攻撃を敢行しました。しかしロビンソンはラモッタの猛攻をしのぎ、その後パワフルな連打を一方的に打ちまくり、ラモッタは深いダメージを負い、いつ倒れてもおかしくない状態が続きますが、タフなレイジングブルは倒れないのでした。そして迎えた第13ラウンド、打たれすぎて意識が朦朧となったラモッタを救うべく、ついにレフリーが死闘に終止符を打ちました。Move while I get in the ring.